インタビューでこういう態度で発言をするっていうのは事前に石丸さんはお決めになられているんですか？もちろんです。結構前から決めてましたか？はい。あ、そうなんです。結果がどうなろうとメディアに対しては厳しくいこうと。あ、ここでちゃんときちんと打ち返しておかないと繰り返すので過ちを絶対もう二度とさせないためにここで本当骨身に染みるってことはありますけども染みたと思います、うん、そのためのコストなので自分としては別に問題ないです。さあ始まりました選挙 .com チャンネル。 MC を務めますのは株式会社開花代表スピーチライターの千葉香織です。本日も前安芸高田市長の石丸伸二さん、そして産経新聞デジタル報道部の水内茂明さんをお招きしてお送りします。そして JX 通信社の米重克弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ水内さんは石丸さんとは開票特番ですかね、選挙 .com チャンネル。あ、そうですね、はい、うん、ちょっと前ですけれども ね、はい、小京十国補選の時ですよね。なんかこうお話をしていただいて、はい、ですね。でも今日は一言言いたいこともあってきましたという感じですね。ということで、では早速タイトルコールをしていきたいと思います。本日のテーマはこちらです。石丸伸二をマスコミを舐めるな。おことですよね。ですよね。オールドメディア代表としてやってきました。なかなか強みのタイトルですけれども、そうですよね。と言いながらもですよって言っちゃいけないのかもしれないですけど、そういう強い思いと半分ぐらいは俺たちも危機感を持ちながら接してる部分もあるので、はい、これを両方ちょっとね話しながら今日はやっていけたらなと思ってる次第なんですよ。はい、最近のメディアでの発言も話題となっていらっしゃる石丸さんですが、マスコミに対して厳しい姿勢が目立つというのでその背景もいろいろお聞きしていきたいなと思っています、はい、うん、ちなみに水内さん、まさに新聞社にお勤めですけれども、はい、石丸さんの発言の一連で驚いたこと何かおありでしたか？僕はね、最初の、開票が出た時に、NHK の人がね、はい、やっぱ開票センターみたいなところで、最初から、肺はないんですかって、スパッと聞いたことがあったんですよね。で、その時石丸さんは、NHK のようなメディアが、僕を取り上げなかったからですと、こう、指をこう差しながらやったところなんですよね。はい、うん、ここまでズドンと言って、で、こう、会場がわーっと盛り上がったでしょ。あれはね、新聞社からしてみると、おっていう感じだったんですよ。で、この背景を改めて石丸さんにも聞きたいんですけども、どうですかね。実は、前職の安芸高田市長の時からメディアに対しては、真剣に、まあ、時に厳しく向き合ってきたっていうのがベースにあります。しっかりしてもらわないと困るんだっていう思いですね。そこには憎悪ではなくてむしろ愛情だと思うんですけども、その意味で、まあ、今回先ほどちょっと話も出てたんですけども、既存のマスメディアが取り上げてくれない、まあそれ分かってた話なんですけども、その上で選挙戦をやっていかないといけないとなるとかなり難しかったっていうのが正直なところです。で、これを繰り返しちゃいけないな、変えていかないといけないなと思ったので、一番それを言うべきタイミングで言ったっていうのがあの瞬間です。はい、あ。なるほど。まさに開票特番での発言というところも目立たれてましたけれども、このようなものもありましたね。うん、テレビ朝日系のグッドモーニングで放送された単独インタビューでございます。結果が出た直後のテレビ各局とのインタビューでのやり取り、批判されていることをめぐって、内心相手をおちょくっていましたと明かされたということで、これは本当なんですか？はい。これ火に油的なコメントですよね。でもそれをあえてインタビューの時に言って、これ使ってくださいねって念をしたんですよ。で、何かというと、はい、そのものがメディアの対応だという皮肉なんです。普段どういう姿勢で対象に接してますかと、うん、自分たちが意のままに操れると思っていい加減な質問してませんかと、誘導的な質問してませんかっていうのをここで込めました。ちなみにこの選挙特番の開票があった時のインタビューで、こういう態度で発言をするっていうのは事前に石丸さんはお決めになられていた？もちろんです。結構前から決めてましたか？はい。あ、そうなんです。結果がどうなろうとメディアに対しては厳しくいこうと。あ、どんな結果であろうとそうだったと。はい、はい、はあ、なるほど。あのタイミングで言わないと意味がなかったんですよ。うん、終わってから自分の YouTube チャンネルとか、まあ、何かのこういう番組で言ったとて、はい、響かないんですね、マスメディアには。なので全国民が注目しているあの場でマスメディアに対してきちんとやり返しておかないと繰り返すんですと、はい、
で、結果どうなったかって言うと、これはあの戦略の話なんですけど、まだマスメディア気づいてないと思うんですが、次選挙私何か出るときに、めちゃくちゃ姿勢を正してきますよ。じゃないと、どんなカウンターが来るか分かんないですし、なんなら取材させてもらえないかもしれないんですよ。であなたのとこ受けませんって。日テレさんは結構です。って言われると思ったら、態度改めますよね。そのためにあそこで返しとかないといけないんですよ。後で言ったとて、絶対同じ調子また来ますから、はい、そういう意味では千載一遇のチャンスだった。でもこれちょっと愚問の当事者としてそしてインタビューで愚問をいただいた米重さんとしては、ね、はい、ぜひちょっと石丸さんにお聞きしたいんですけど、はい、あのいわゆるなんかそういうそのメディアに対してのまあ質問の背景として、一つはまあ誘導尋問的なものがある場合と、うん、でもう一つは、まあミラーリング、つまり敵意には敵意で返すみたいな話があったと思うんですけど、私多分両方とも合致してないと思うんですよ。石丸さんの選挙の得票の目標目線みたいなものを知りたかったんですよ、うん、それどうですか。あの、はい、私の受け止めとかあの時の質問の形が、はい、勝とうと思ってたんですかというような聞き方だったので、うんうん、それはもちろんそうですよと、うん、負けることを考えるバカはいないってアントニオ猪木が言ったわけですよね、うんうん、大きな試合の前に、うんうん、その通りだなと思ったので、うんうん、何を言ってんですか米重さんという思いで、はい、それを返しました。ちょっと脱線するかもしれないですけど、藤川さんが、選対幹部の藤川さんが150万っていう目標を話されてたじゃないですか、選挙戦の中盤ぐらいかな、はい、で、それだと1位にはなれないと思うんですよ。それはあの藤川が言ってた、藤川さんが言ってただけですね。なるほど。私の思いは全くそうではないので。なるほどなるほど、はい、あくまでもうご自身としては1位を目指していた。もちろんです。なるほど。でないとあのチームはあれだけの力出せてないと思います。うんうんうん、はい、まあ、本当にそこの街頭演説とか、あのいわゆる運動全体の熱量というのは私もすごいなと思っていたので、まあ、1位を目指していたというお答えに対しては、なんかちょっとすっきりしました、うん、はい。ここで答え合わせがされているんですね。TBS の疑問に対して。そうですね。はい。よかったですね。はい。あの、僕もちょっと印象を言っていいですか、なんか。これね、あの、表層的なところと、より深くちょっとメディア時勢的なところとね、一つずつあるんですよ、なんか。表層的なところはね、やっぱりその反応があって、もちろんなんか、あの、これでもうね、食ってかかるような姿勢を見せたら、もう世の中の印象も離れていくじゃないか。もっと包摂的に優しくしなきゃいけないんじゃないか。そうじゃないと、怖い人だみたいなイメージ出されたら、これでも石丸さん終わったなんていう人でもいたじゃないですか。という部分は、マスで見ていて、そういうイメージを与えて、コメンテーターもそれに合わせて、どん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 言ってくるところがある。ここのこう、戦略的な部分のね、どうなのかっていうところは、それは正直思いましたよ。ただ他方で、石丸さんが言うように、メディア自身もね、本当はものすごい問われるんですよ。やっぱりこう、質問をしたりする時も、やっぱりこう、さっきね、最初の NHK の方が俳優はって言ったじゃないですか。なんか、あんな いきなり最初に冒頭にあんなことを聞くなっていうのもね、僕からしてみればどうかなっていう気もやっぱりして、こちら側もそれ相応の準備をして、やっぱり真正面からぶつかっていって、それで対立するには全然問題ないと思うんですよ、なんか。で、そこを、やっぱりどこかで我々も、ちょっとその、流れ作業的にね、ずっとやってきて、より調べる何事か本質か、今回の件で言うと、あの、ここまでね、躍進するって、最初はやっぱり我々も思ってないからこそ、除血対決とかって結構やってた部分もあったわけじゃないですか。で、やっぱりこう、目がよく見えてないと本当にね、読者に向けて流すはず、報じるはずなのに、ここをやっぱりね、もうちょっと自制しないといけないんじゃないかっていうのは、今回多いね、我々の方のこの選挙の反省点でもあるなっていう気はするんですよね。こんなこと言うとまた石丸さん審判だとか言われるかもしれないですけど、それとこれとは別なんですよ、なんか。これをね、突き詰めていかないと、既存メディアはね、食いっぱぐれることになると思うんですよ。そこまで俺はちょっと思うんですよね。と思います。その意味で、あの、一つ目の指摘で、あの、もっと包摂というか、柔らかくした方がいいんじゃないかっていう意見があるのは分かっててやってますから。ああいう対応をして、態度が悪いって言われるのはさすがに分かります。分かっててやってるんです。それは必要な経費、コストだと考えてます。割り切ってるんですよ。ただ、コストを払ってでもやらないといけないパフォーマンスがあった。パフォーマンスは見せるっていう意味じゃなくて、はい、実行するっていうところ、中身の部分なんですけども、それはさっきお話しした、はい、ここでちゃんときちんと打ち返しておかないと、繰り返すので過ちを。絶対もう二度とさせないために、ここで
本当骨身に染みるってことはありますけども、染みたと思います。そのためのコストなので、自分としては別に問題ないです。きちんと見合うパフォーマンスはあったと思います。これはある意味メディアの人たちもじっくり考えてもらうきっかけにしてほしかったっていうことですよね、はいはい、もう繰り返せないと思います。あれはやったらもっと適度に来ますから、今度は私じゃなくて世論がそう来ますから、そうですよね。また日テレやってんのか、また TBS やってんのかみたいな。そういう意味ではコストは私が受け止めたんです。一個人、石丸伸二という、まあ、政治家が受け切れる範囲のコストなので、社会的に見たら極めてさまつなもんですよね。それは別にあの皆さんが心配しなくて大丈夫です。私が受け止めるっていう覚悟でやってます。メディアのご発信というところで言うと、今回私もお話ご一緒させてもらって、テレビに対してとこうなんか YouTube に対して結構メディアごとにご自身のこうキャラクターを切り分けていらっしゃるのかなっていうのは率直に感じたんですが、そんなこともないですか？それは全くないです。あ、そうなんですか、はい、ただ相手がどう出てくるかによって対応を合わせてるので、テレビはこういう感じで来るなっていう、それで系統が分かれてしまったというだけだと思います。はい、僕ね、正直接していると、はい、やっぱりね、真面目に、僕が真面目かどうか分かりませんよ。なんか、いつも馬鹿にされてますけれども。でもこう、しっかり考えていくと、石丸さんはちゃんと卓球のね、球を返してくれるようなイメージはやっぱりあるんですよね。で、そこはやっぱり常日頃、僕らたち一方的に、問うだけ、批判するだけ、みたいなところもあるんですけども、今これだけ SNS とかいろいろあったりして、我々も評価を受ける時代なんですよ、なんか。そこにちょっとね、気づいてない人たちもすごくいるかなと思っていて、で、それに気づかずに、わーわー批判だけしてたり、あとは、紋切り型の、まあもう、バッとこれアホなんだって、レッテル貼りするだけのコメントみたいな感じにしているところって、世間ずれしていって、いずれはお客さんがなくなるっていう感じになるのかなっていう気はするんですよね。他にもですね、まさにこういろいろとやり取りの中で政策の話、もっと選挙中語ってくださいというようなことも、まあ、最近だと取り上げられてご質問いただくことも多いと思うんですけれども、こちらについてですねお話をしてみたいと思います。選挙参謀の藤川さんですとか、藤川さん、あとは岸博之さんですね、このようなコメント残されているというところで、石丸伸二は政策を語らないと書いてあります。こちら藤川さん、朝日新聞のインタビューで、本来なら政策で勝負するけれども政策で勝負しても全然意味がないというふうに語っていらっしゃったりとか、岸さんはですね、ある意味時代遅れの批判なんですというふうに言っています。政策もっと語れよについて、石丸さんは率直にどう？これ実はもうこの立て付けがミスリードなんですよ。ほう、うん、政策を語らないわけではなかったし、語るときには変わってるんですよね。ただそれが十分に発信されてなかったり伝わってなかったりっていうのが実際だと思います。あと、なんかね、岸さんもおっしゃってたかな、他の候補と比べてじゃないんですよね。私そのものを見てこいつは政策を言ってる言ってないって言うんですけど、じゃあ他の候補で政策語ってる人って誰かいました？この人は政策をねびっしり説明しきった都民に対して訴えてたって人いないと思いますよ、むしろ。って考えたときに、この論点がそもそも意味がないと思います。何の話をしてるんだ、私の中で力を入れた部分が政策の主張じゃなかったってのはその通りです。そこに時間が割けなかったので、1回の演説で15分しかないってなったときに、政策の話してるだけでも時間切れになっちゃう。そうじゃなくて、そこに集まってくれた人たちを突き動かすメッセージを伝えないといけなかった。考えたので政策が劣後しただけであって、他の方と比べて出してた政策がそんなに劣ってるわけではないと自分では思ってたので、どういうそれこそレッテル貼りなのかなとは興味深く思ってました。私演説拝見しながら、よく自分もそのスピーチライティングの仕事の中でファクトとストーリーっていう話をするんですけれども、事実情報から基づいているものと、まあ、自分の思いや経験というものを紐づいているものっていうところで言うと、石丸さんは切り抜きなども含めてかなりこのストーリー情報をこう中心にお話しされていらっしゃるなという印象を受けていたので、結果的にそれが、まあ、切り抜かれる率が非常に高くなったというふうにも見れるかなと思いましたね。はい、まさにネットの、まあ、講座なのかもしれないんですけど、響きやすいのがそっちなんですよね。ストーリーの方ですよね。なので結果さっきの2億回の再生もかなりの量そっちが占めてたんだと思います。結構私個人的に思っているのは、そのファクト情報をベースにした、まあ、政策や未来像というのはどっちかというと、もともと政治に関心がある方が聞きたがっている。なのでこの
場所に集まっている私たちとか、うん、視聴者の方がご注目されている。で、一方で本当に無党派層で初めて投票に行くっていう人は、知らないそのファクト情報があるだけで、少し疎外感を感じてしまうっていうのはあると思っていて、なので、そこのバランス感の話っていうのが、多分それぞれのクラスターごとに出てるので、こういう話なのかなと、うん。そこで言うとね、例えば、これも僕らのね、職業病みたいなところもあるとは思うんですよね。うん、僕小学校の息子のパパ友仲間でよく何十人かと酒を飲むんですけれども、その時にやっぱり小難しい話って絶対わかんないですよね。なんか、まあ、当たり前ですけども、どうやって響くかっていう、なんか、まあ、例えば小池さんが保育料第一まで無償化しますっていう単純なものだけはドーンと響いたりするかもしれないですけども、まあ、すごくこう理想像とか、新聞にこう出てきてるようなことを喋っても、なかなか響かないですよね。で、それを僕らの目線で響くように、本当は、マーケティングもした上でお客さんにどう伝わるかってやらなきゃいけないのに、ちょっと傲慢なところは少しあったかなっていう気もするし、で僕なんかが例えばね、最近ダメだなと思うんですけど、 LINE とか打つときに、はい、おじさん結構長く打つんですよね。でおじさん長く打っちゃって、それをね、こう若い人たちからすると、うちの高3の娘いるんですけど、こんな長い LINE ないよって言われることがあって、そこら辺はどうしてもチューニングを本当はね、していかなきゃいけないのに、それがなかなかできてないっていう部分もね、あって、だからこういう話も少し出てきちゃうんじゃないんですかね、うん、と思うんだけど。うん、まあ、確かに小池さんの演説とかも私気に入ったんですけれど、その時に彼女がお話しされてたのは、例えば北千住での演説だと、やっぱりその足立区のそういうこう区政事情みたいなところに触れたりとか、うん、あとはマンション防災の話は結構されてたりしたんですよ。ただそれってなんか聴衆の雰囲気とかを見ていると、まあ関係ありそうな人となさそうな人のなんか反応の違いみたいなのはちょっとわかるですよね。まあ、つまりなんか政策の細かい話とかになってくると、自分にはもしかしたら関係ないみたいな受け取り方をする聴衆が一定の割合出てきちゃうんじゃないかな。なんかそういうことを多分石丸さんが最大公約数を取った形で演説をされたっていうところとの、まあ、対比はあるのかなという気はしました、ね。そこですね。極めて本質的な話なんですけども、限られた期間しかない選挙で細かい政策の話をする意味は私はないと思ってます。例えばなんかな、無痛分娩無償化するとかやればいいじゃないですか。そりゃその権力持った人が、そこに議論の人ってあんまりないと思うんですよ。じゃなくて、もっと大きな方針ですよね、政策のビジョンみたいな、それを訴える方が都民は判断しやすいんじゃないか。一個一個でぜひ言ってたらキリがないんです。商品の売り出しみたいな感じで、はい、それこそ今回争点2個とならなかった外苑の再開発もそうですけど、それを論じてどうするんだ、東京都民1400万人あれ関係してる人極めて限定的ですよね。た時にあまりにも小粒の政策の話になったら、都民は僕判断できない、迷うだけなんで、それをね、やっつぎ場合にいろいろ打ち出してる、要はばらまき的に、相場的に話をするっていうのもまた嫌なんですよ。そんな幸せな社会ないので、必ず財源の制約があって、その中で取捨選択するっていうのが政治行政の役割だとするならば、そこに行き着くように都民の意識を誘導すべきだという持論があるので、はい、できないことは言わない、言うことはできる範囲に絞るっていうのは心がけてました。石丸さんですけれども、政治のエンタメ化ということを訴えていらっしゃいますよね、はい。まあ、これ改めてなんですけれども、石丸さんにとってエンタメ化とは。はい、エンタメっていうとね、カタカナがちょっと軽い感じがしてしまうかもしれないんですけども、私が言うエンタメはかなり真剣な意味です。それは茶化すとかふざけるっていう意味じゃなくて、真面目に楽しむ。でエンターテインメントって元々の語源がもてなすっていう意味なんですね、はい、楽しませる。でも政治って本来的には一番のエンタメであるべきなのに、一番遠ざかってる。要は国民が政治から離れてる、都民が関心を持たないっていう、その逆をやっていきたいなっていう思いでエンタメ化という言葉を使ってました。どうですか、このエンタメ化というところ。まああれですよね、これもなんかね、舐めるなって言いながら、
自虐ばっかりでちょっとあれなんですけども、やっぱりね、こう我々のメッセージの出し方もどちらかというと高みのけあもう高いところからやっちゃうっていうのが最近はね結構多かったような気がするんですよね。ただ我々は我々なりにすごくこう責任を持ちながら取材もしてるし、いざ例えば石丸さんが僕を訴えたとしても会社としても対応できる、それだけのまあ責任を持ちながらやるんだっていうのもあるから、こう真面目なこともこう言ったりとかするっていう面はあるんだとは思うんですが、他方でこうメディアって受け取る側があってこそメディアが成立するんで、その受け取り方が今どういうふうな状況になってるのかなっていうのに目をつむったままやったりすると、まあ本当にこうお門違いな遠いところで話をしてるだけだなと思って我々のことを見てくれなくなるのかなっていう気はやっぱりしますよね。でいろんなメディアが多分そこをどうするのかって今ね試行錯誤のところだと思うんですよね。だから石丸さんこうやってジャブでこう我々に投げてきたところなんかをこの野郎って瞬発的に反応するところはあるとは思うんですけども、確実に響いてるところはあると思います。でそれがやっぱり変えたりとか少なくても何か考えていかないと我々の飯の食いぶちも含めてねどうなっていくのかなっていうことはしますよね、うん、そうですよね。まあ結構今回のやっぱり都知事選では、まあ、ある意味そういうこう政治部的な構図の設定というか、うん、与党対野党とか、うん、なんか国政軸のまあ争点設定、あとはその政策の対立軸もそうですよね。なんかその辺のところはある意味その YouTube を中心にしたまあその石丸現象によってこう打ち破られてしまった部分ってやっぱりまあ得票結果を見るとやっぱありますよね。そうですね。最初だから小池さんの後ろに自民と公明がいて、立憲の立憲と共産党が蓮舫さんを押すという、この2つの国政の構図と、まあ岸田さんが今こんな低たらくになってるんで、こんな時にでも自公はどうなのかっていう枠、さらに言うと2人のまあキャラクターも含めてね、で政党のこれからの影響はどうなるんだみたいな、本当は東京都民のための選挙なのにね、でそこでこう逆に我々の方でショーアップしすぎちゃったところで見落としたところがたくさんあるのかなっていう気はね、しますよね。そうですよね。実はなんか右左とか与党野党ではなくて政界の中外みたいな対立軸があるっていうところを多分こうちょっと見落としてた部分っていうのが、もしかしたらそういう選挙報道政治報道の中にもあったかもしれないなっていうのを私はまあそのちょっと一端の中で少し感じていますね。なんか慣れてるパターンにはめようとするし、自らをはめてらっしゃるのかなっていうのはすごく思いました。もっとなんだろうな、好かれることもあれば嫌われることもあるわけですよ、言論の場にいると。そうですね。だときに、私は、産経と朝日がもっと全然違う方向から、例えば自民党の裏金問題も報じてくれた方が、いいと思うんです、国民にとっては。なんか同じような、なんかみんなに好かれようとして、なんかだんだんこうね、なんか悪いんで真ん中にしちゃって、それなんか意味あんのみたいな、だったら一社でいいじゃないみたいな、そうですね、っていうのがいろんなところに起きてる気がして、なんだろう、まあそれコンプラ的なね問題はあるにせよですよ、こうリスクを取らないからリターンがないよねっていう気はします。そうですよね。だから俺たちで言うとこうあってほしいって社会の理想像があるわけですよ。それに向かって取材もするし、もちろんただそこに感情をなるべく削ぎ落とすような感じで客観的な取材を交えながら、だからこんなことが言えるだろうっていうところがある。逆張りのところで朝日さんも多分そうやってる部分があると思うね。それを切磋琢磨しながら、その互いの存在は認めながら、でもお前の言ってることおかしいだろうっていうこともありながらやっていくっていうのが、多分受け取るユーザーっていうか読者の人たちにとっては一番いい世界なのかなっていう気もするし、だからそこで遠慮もせず言うことは言う、でも多様性はちゃんと認めるっていう感じなのかな、なんか大利子さんのように言うと、まあ時にはそういう中でこう発した発生した疑問とか取材テーマみたいなものもまさにこうもう愚問だと言われようともぶつけるそうだから愚問だと言われようともぶつけるし、YouTube のやつでもね、僕はおかしいなって思うことたくさんありますよ。なんか、それはでも素朴に問えばいいわけだしね。うん、まあ、神経勝負をすればいいってことですよね。だから、石丸さんの本の中でもね、対立を恐れるなって、ご自身もやっぱおっしゃってると思うんですよね。で、うちらもちょっと流れ作業的なところの中で、紋切り型のことだけ言って、その答えが返ってくるまでひたすら待つとかね、そういうふうに知っていた部分がやっぱりね、あったんですよ、正直言うと。で、そこは、正直正面からさらけ出すと、そいつの、なんだろうな、
な、もう、存在の、まあ、最終的なものが問われるぐらいのところになっちゃうんで、おっかなびっくりになっちゃうところもね、あるとは思うんですよね。うんで、そこは石丸さん今回の虚像で、おっかないと思ってる人たちいるかもしれないですけど、でも話すと、ちゃんとなんかこう、うん、お答えになってくれる気もするんですよね。そうですね。僕なんか逆にね、うん、この前ちょっと個人的にも聞いたんですけども、YouTube のフィルターバブルなんかおっかないじゃないですか。それ石丸さんは使ってたんじゃないんですかって聞いたこともあるんですけど、これに対して石丸さんどう答えますかなんか。はい。そういう面があると思います。はい、もう事実としてそれは認めますね。ただそれをさっきの話なんですよ。それを恐れてたら何も生まれない、生まないので、うん、取れるリスクは何なのか、でその上で何を得るのか、リターン、ここまで考えれば、うん、もっともっと前に進めるんじゃないかなっていう思いです。なるほどですね。ね、その予定調を崩すっていうことには相当な覚悟がないと、こう双方はね、うん、難しいんだろうなっていうところ。しかしね、時代が、そして社会が変わっていく中において、変わらないっていうのは土台無理な話だと思ってます。それ単に消えていくだけの存在になってしまうので、何よりも今政治が変わらないといけないっていうのはその点ですね。僕ね、これだけ聞かせてください、最後。だからね、これだけは言いたいんだけども、少子化のために一夫多妻制とか言ったのあるじゃないですか。で、あれをいろいろ言われるけども、あれって、はっきり言って、なかなか少子化対策って大変そんな簡単な話じゃないですよって言うためだけで、別に一夫多妻制を目指してるわけでも何でもないと思うんですけど、どうですか？私、あれ、どこがどう切り抜かれたのかを把握できてなくて、結構丁寧に言ったつもりなんですけどね。それぐらい、今まで考えてなかったものが、認められるぐらい社会が変わらないとこの問題解決しないっていう話なので、その目指すなんてことは一言も思ってない、言ってないというか思ってないわけですよね。なるほど、そうです、はい、そうですよね。どこ切り抜いてんだっていう。そうですよね。このもうめったもう構造的に日本社会こうなっているから、はい、それを克服するっていうか、それを変えるにはこんなぐらいじゃないとダメだけど、実際には大変なんですよっていうイメージだけで。日本もですし、他の先進諸国が少子化問題解決してないわけです、まだ。というか、全人類が少子化に向かっているとするならば、これまでの社会規範とは違うところで考えないと、例えば、まあ、他の例で言ったら人工受精をもう、もう国策でやるかのようなんですね。突飛な話が当たり前になるぐらい社会が変わらないといけないっていう例えの話です。実際にね、プタセセしろなんて言ってるわけではないのにな、みたいな。これがね、この2、3日だけ、すごくこう、切り取られてバンバンやってるような感じがして、で、これを恣意的に使ってる人たちもいるように思うんですよ、なんか。これなんかね、ちょっとどうなのかなっていう気がします、ね。それがまさに最近のフィルターバブルだと思いますね。良くない面でエコーがかかっちゃうっていう。私が石丸さんの立場だったら、その発言が切り抜かれて拡散してると。びっくりしちゃうんですけど、耐えられるものなんですか？びっくりはしてます。びっくりはされてますか？すさまじく嫌な気分にはなります。はい、たださっきお話しした個人の利益損失で言えばすごくちっちゃいですよね。1億分の1なので、はい、社会でリターンがあるんだったら許容するっていう、それだけです。じゃないと政治家なんてやれないです。ということで、シーンとしちゃった。メディアとのあり方についても考えていきました。そしてですね、もう一本ご出演いただくんですけれども、なんと次回の選挙 .com チャンネルでは石丸さんにおすすめする次の進路についてお話の機会をいただくと。大丈夫ですか、こんな。いいですね、キャリア相談ですね。なるほど。というところで、ぜひ皆様もご注目いただけたらと思います。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。選挙区だけに配信するバナー広告と YouTube 広告。よろしくお願いします。一二太郎です。よろしくお願いします。一二太郎です。なんだか最近の人ってスマホばかり見て全然受け取ってくんない。お？なんだこれ。スマホ世代の有権者に思いを伝えるならコネクタのバナー広告と YouTube 広告。コネクタのウェブ広告は政治家専用で1000件を超える実績があります。公職選挙法のチェックも万全ですので安全安心。配信する地域が選べるので抜群のコストパフォーマンスで有権者に届きます。
累計1000件以上政治家のネット広告を運用して批判ゼロ、政治家専門チームによるバナーの作成、動画の撮影や編集もお任せください。政治家専用のウェブ広告始めてみませんか。そもそもの人が本当に出るんですかと聞いてきたことがありましたよ。なんか、まあ、あながち冗談じゃないだろうって受け取る気持ちもあるようですけれども、どうなんですかね。もちろん冗談ではない、可能性がちゃんとあると考えて話をしました。ただ非と党首で出てどっかの選挙区にも出てみたいな、そうです、都議会議員になるっていうことですね。一回都議会議員になる、その後首長かもしれない。例えば練馬区から出るとか、そんな感じですか。そうですね、練馬区、非常に未信なエコダハウスの選挙区、うんうん